向こうにもハテナがあるな。ここは前に黒いストーカーが現れたところだからね、ちょっと天気にも気を使わないと。なんだこれ、こんなのあったっけ前。兵士のハイライトはないな。邪魔？特に触れるわけでもなく、兵士もいない。兵士がいないね。ちょっと汚染マークがあるけど、こっちはなんだ？あー、またこれか。あらららら。反対側になんかある？ジャンプ。またこれか。前からずっと同じ無線がね、入ってるんだよね、これ。行かれた。はい。兵士が3人ぐらい取り込まれてんのか。あれ、こんな建物前あったっけ。あ、見落としてるやつだわ。あ、加工用野外工房。リボルバー用か。こう通り抜けて。あとは、こっちにハテナ。ちょっと先に、あの、お家を調査だ。ドアを解錠しないとチェックできない手がかりもあったと思うんだよな。あ、兵士がいる。2人？ 4 人。向こうにもう2人。この辺は草が多いからね、隠れるのは容易。離れてくんないかな。多分片方の兵士はあそこから動かないんでしょう。動かないにせよ、もうちょっと距離を取ってほしいな。動かない兵士を先にやってしまうか。ちょっとリスキーだけど。なーに、お前ヘビヤマかよ。そうか。ならね、もうやるしかないんだよね。先にあいつをやっちゃうか。あれ？危ない。で、あ、アドレナリン持ってるじゃん、この兵士。あ、やべ、向こうも警戒しちゃった。ちょっとあんまりこういうさ、強い装備をしている兵士が増えちゃうと、こっちも実力行使せざるを得なくなるんだよな。行って。OK。OK。まあ今アーマープレートたくさん重ね着してるから体力に影響はないけど、結構アーマー削れちゃったな。またプレート作り直さないと。これからはこういう戦闘が増えてくるかもしんないな。あ、今除染剤がないのか。おっと、またライト落ちてきた。はい。あ、てか、ピッキングもあんまり数なかったな。で、ショットガン。あ、弾がたくさんある。
装飾なしか。手がかりみたいのがあったのは、うん、向こうの方だ。別館と呼べばいいのかわかんないけど。天気の変動に警戒しよう。この辺アイテムめっちゃ落ちてる。あ、これだ。はい。あと、どっかね、解除できるドアもまだあった気がするんだけど。まぁ、ちょっと先に、バーナーで焼いた方を見てみるか。これ上から行っていいのか？あ？おっと。大丈夫？これ足首くじかない？シェルノブライトか。なんかコパチで見たことがあるような場所に来たぞ。あ、しかもこんなところにセラミックプレートが作れるところが。アーマーを修理しちゃおうか。もう二つ作ればいいか。なんかコパチでも似たような場所を見たな。このバーナーで下に下ったのはいいんだけど、ハテナの対象ではないな。登ってよし、そこだ。ああ、連絡通路で行かないとダメか。ここです。これは何だろうな。KGB。ステパノフ少佐。監視？はい。なんか天気悪くなってきてね。悪い兆候ですな。ちょっと早く。まあ今の装備ならね、仮に奴が来ても戦えなくはない。つかもしくは、どれだっけ？これちょっと設置しておこうか。うん、気休め程度だけど設置しておこう。チェルノブライト中和装置。もったいなかったかな。早いとこ進めちゃおう。だっ、汚染すごい。前この辺に寝腐ってた謎の人物はいないのか。いやー、なんか嫌だな、この電気。エフゲニーがこの先にいるっぽい。そういえばドゥーガレーダーはドゥーガレーダーで、この前ね、勝手に電源が切れたかのような状態に見えたんだけど、実際まだ動いてんのかな、このレーダーは。F ゲに行った。あ、これよくわかんない。抜かしてやっ。そうしゃい
お話は変わらない。はい、あ、やべ。一旦空きを作ろう。何が入ってる？はい、うんこ。差が激しいな、いいもの入ってる時との。でも早速インベントリー余裕なくなってきちゃってるし。で、あとそうだ、ここにバーナーを使ってと。なんか広い、広いっていうか、まあ普通に建物か。チェルノブライト、チェルノブライトがあればあるだけ過去を変えれるようになる。あ、リボルバーの弾。おっ、あー、嫌な予感がする、この電気。嫌な予感がするよ、この電気。ちょっと早くメインの方。このお家前来たことあるな。上かな。人はいないみたいだけど。あれ、あ、家の中じゃないのか、もしかして。まあ、仮に黒衣のストーカーが来たら、今アーマーマックスだし、まあ戦えなくはねえんだ。あ、これかな、これだ。ちょっと待ってね、先にタチアナについて聞いてみるか。Сначала я хочу кое-что спросить. Я ищу женщину. Женщину? Ну, баб здесь немного. Тебе бы в Киев или хотя бы в Славутич. Я не о проститутках. Я ищу конкретную женщину. Татьяну Амалиеву. Прости, не видел здесь никаких Татьян. Слушай, время идет. Давай уже к делу. Вот и славно. Начнем с того, что у каждой миссии должно быть кодовое имя. Причем имя это лучше всего брать с потолка. Есть мысли? Плевать. Необычно, но нам не подойдет. Как насчет Панцеркампфваген? Что, нравится, а? Отлично. Короче, я узнал, что мобильный пункт связи проезжает тут раз в неделю. Внутри ноутбук. Вот он-то тебе и нужен. И ты загрузишь хак, который откроет тебе доступ. Я тебя проинструктирую. Хорошо. Надеюсь, все сработает. Полная готовность. Машина уже едет. О, начнем операцию Панцеркампфваген. Все. Погнали наш Панцеркампфваген, дружище. Конец связи. はい。このクエストをやっている間は黒のストーカーが現れないことを祈るよ。頼むから。ショットガンで戦えなくはないとは言ったけど、ショットガンでダメージをたくさん与えるなら結局接近しないといけないからね、ある程度。あれ、なんかロックピック、あお、ロックピック対象あった。でも今もうロックピックないんだよ。あっと、兵士どうなんだろう。今こういう風に普通に兵士が巡回している間も黒衣のストーカー現れんのかな。マジで恐ろしいな。前とはちょっと持ってるものが違うけど。3人か。あった、危ない。うん、ヘビアマーらしき兵士が1人。
ちょっと素通りして、これ雷直撃したりしないよね。大丈夫だよね。勘弁してほしいよ。こいつワンチャン、いや撃っちゃうか。バレんのかーい。結構距離取ったつもりなんだけどな。待って、嫌な予感がする。来たわー。来やがった。ちょっと待って、ちょっと兵士がさいるのよまだ敵の。やろう、邪魔するな。いて、いて。お、やった。ああ、逃げやがった。はあ、何も置いてかねえの？戦うだけ損じゃないか。それじゃ。しかもあの攻撃どうも放射能ダメージをどんどん蓄積させていくのか。とりあえず精神を高めて、一回、焚き火設置して、除染軟膏を作ろう。まあ結局撃退するための戦闘になっちゃうのか、黒のストーカーとは。あ、医療キットはちょっと精神も削れるんだ。なるほど。え、それなら癒しの軟膏を何個も作って使った方がいいんじゃねえか。まあそうしたら医療キットは完全に負傷している NAR 兵士に与えるだけのものになってしまうけど、まあまあ、とりあえず、こちらが、ステルスとか、戦闘とか、していようがいまいが、あいつは、すぐ、現れると。正体を明かすとまではいかないんだな。ほいで、これだ。ミカエル、ノートブックは、どうしても。クルチャーク！Теперь набери www.heartisalonelyhunter.ru и нажми Enter. Загрузи последний файл в колонке. Называется Sweet Lonely Boy Will Meet Sugar Mom. Крутое имя, скажи. Запускай файл и вуаля. Теперь у тебя есть доступ к их базе данных. Если ты, конечно, ничего не напутал. Теперь следующий шаг. Добраться до вышки связи и нанести последний удар. Кстати, Игорь, пока ты не ушел, поищи там чего-нибудь, что тебе надо. Ты же вроде как хотел Татьяну найти. そうだよね。ちょっとなんか淡々と進みすぎてる気がする。Оливер прав. В базе НАР должно быть что-то и о Татьяне. Какого хрена? Нельзя этого делать! Если ты начнешь там рыться, они залочат доступ, и мы упустим шанс выкрутить их цифровые яйца! Не забывай, что тебе еще надо добраться до вышки связи и загрузить вирус! Ты сможешь их как-то отвлечь? Ну, конечно же! А я прямо ждал, когда ж ты это спросишь! はい、まあタチアナの情報も収集できて NAR を妨害両方できるっていうなら、まあ一石二鳥ではあるんだが、ああこれさっき見かけた車両のことだな。
で、ハテナが2箇所ある。なんか落ちてね。これ、さっきの黒衣のストーカーが。Похоже, отряд Омега был специально собран для защиты электростанции. Что за чертовщину там прячет Нар? こいつか黒衣のストーカーって。黒衣ってか顔面も真っ黒。ひげもじゃごやじ。コードネーム黒衣のストーカー。じゃあ NAR の精鋭中の精鋭ってことでいいのか。コードネームブラックストーカー。あいつの置き土産か。あ、じゃあまあ倒したのはまあそれはそれでよかったかもな。そんでこのトラックはなんだ。武士か。はい、じゃあサーバーをハッキングダイ。